はい、皆さんこんにちは。実はおはようと言った方がいいとかもしれない。今僕はバージニア州にいます。アメリカのバージニア州で2日間前僕の実家はこんな感じになりました。綺麗、綺麗です。本当に今雪だるまを作りたいですけど、めっちゃ寒いさ何もしたくない。ここでもめっちゃ綺麗だと思います。めっちゃ綺麗。実は僕まあもちろん日本にいませんですけど、引っ越しました。僕の留学の年が終わって、ちょっとホームステイの体験しました。でその後すぐアメリカに帰りました。こんなところにうわ、もっともっとこのバージニア州の家は僕の実家じゃなかったです。もともとはフロリダですが、母さんの仕事のため引っ越しました。バージニアに。風すごく綺麗、大好き。寒い。うわ、はい、僕の日本の旅が終わってアメリカに帰りました。まあすごく楽しかったですが、まあ終わりが必要ですね。まあ日本にまた行きたいですけど、まあ仕事したいですけど、とりあえずアメリカに行って多分バイトをする、バイトか、まあ普通の仕事ですか。まあ今探してますが、するかどうかまだ分かりません。今僕のフォーカスは日本語能力試験のため、日本語能力試験の勉強です。あとリンゴディアで韓国語と中国語を勉強してます。フロリダに戻りたいです。日本にいる時いろいろな動画を作りたかったんですけど、いろいろ動画撮りましたが、まだ編集していませんから、それしないといけません。まあ多分間もなくします。皆さん英語の勉強の動画欲しいですか見たいですか。まあ、もし見たかったら僕はもちろん作ります。まあ、英語のスライング、簡単な英語、英語表現とか、どうぞコメントしてください。登録もお願いいたします。はい、バイバイ。ピースガイズ。